お前はいつも無理なことを言って俺を困らせるんだ。子供の頃からずっと。弟なんてつまらない。どんなに言い聞かせても計画通りには育たないし、決してお兄ちゃんと呼んでくれない。妹だったらもっと可愛げがあるんだろうにな。ユーリ、お前はちょっと褒めるとすぐそれだ。やはり俺がずっとそばについて見てやらないとダメだということが、今日という今日ははっきり分かった。お兄ちゃんと呼べ。生まれる前に決められた運命だったことは知ってる。だがまだたかだか高校生だ。あんたたちのためになることなんて何一つできやしない。もう少し待ってくれないか。俺がこっちの魔王になるまで。今の俺にはあいつを守ってやれる力が何もない。教えてほしい。俺に魔力の使い方を教えてほしい。早く有利を守る力が欲しいんだ。今のままじゃ俺は。訓練を続けてくれ。あいつが守るべき弟なのは変わらない。そのためには力はいくらあってもいい。待ってるゆうちゃん、きっと俺が助け出すからな。有利を利用したのか。こんなことをさせるためにお前はユーリの信頼を裏切ったのか。ユーリにあだなすやつは兄であるこの俺が許さない。そこをどけー。俺はユーリを守らなきゃいけない。こんなところで終わるわけにはいかないんだ。確かに俺は新魔国の魔王にはなれやしない。お前の代わりにはなれなくても、俺は地球の魔王としてお前を支えてやる。照らし続けてやるよ、お前の進むその先を。